ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、確率の基本について解説していきたいと思います。はい、今回話す内容なんですけど、まあもう前回、前々回と記述統計の話はしたので、今回からまあ確率の話、で、確率のまあ基本的な話が終わった後っていうのに、こう推測統計学が入っていくんですけど、まあその中でもまずは確率の基本ですね。今回は何をやるかっていうと、最初に確率の定義の話をして、でそこから確率の基本的な性質、加法定理だったり、余事象ド・モルガンの法則だったりを話して、で条件付き確率で、まあ、その情報の定理とかベイズの定理の話をして、最後に確率の独立性の話をしていきます。はい、じゃあまず確率の定義について話すんですけど、その前にまあ集合と事象について話します。まずサイコロを考えてほしいんですけど、サイコロって1か2か3か4か5か6しか出ないですよね。こういったサイコロを振るのを考えたときに、それのまあ全事象、その対象のすべての事象、まあ、起こりうる事柄ですね。1,2,3,4,5,6。こういったのを集合を使って、こうオメガとしてこう定義します。なので、まあ、そのオメガイコール、まあ、1,2,3,4,5,6と。で、例えば、そのサイコロのこう振る中でも、そのうちの偶数とか、こう、A、事象 A を偶数とすると、まあ、こうやって2,4,6。こういったな、こういったこう、括弧で表すのをこう集合っていうんですけど、まあ、こういうふうに集合で表します。あとは B、その5以上、サイコロを振るうちのその5以上とか B。で、C がそのサイコロの振るうちの奇数とかって、こういうふうに、その事象 A、事象 B とか事象 C、で、これが全事象 Omega みたいな感じで、その事象をこの集合で表すことをよくします。で、これをもとに確率の定義を考えるんですけど、まず確率の定義で公理ですね。まずこれが定義でこれが公理なんですけど、まあ、まず確率の定義はこんな感じです。A が起こる確率っていうのは、その全事象の個数分のその A の事象の個数。これで言うんだったら、全事象が6個あるので、6分の A の事象、要は偶数が出る事象っていうのが3個あるので、6分の3。で、結果的に2分の1。こういうふうに確率を定義します。で、確率の公理って何かっていうと、確率を定義するからには、こういうことが基礎的に成り立つよね。みたいな、こう、前提とした、前提条件みたいな感じが3つあるんですけど、まず1つは、全事象が起きる確率っていうのが1。まあ、これは当然ですよね。サイコロ1回振って、1か2か3か4か5か6、これが出る確率っていうのは、まあ、絶対1だと。あとはこういう事象 A、これ任意の A、任意の事象なんですけど、まあ、A の起こる確率、まあ、要は確率は絶対0から1の間に収まると。で、あとは、最後これ、加法定理って言われてるんですけど、A かつ B が、まあ、空集合の場合、A または B が起こる確率っていうのは A が起こる確率足す B が起こる確率と。で、こういうのを排反。A かつ B が空集合であるとき A と B は排反って言ったりするんですけど、これはちょっと詳しく後で話します。はい、じゃあさっきの公理の加法定理についてちょっと詳しく話すんですけど、まあここはさっきと一緒です。集合と事象ですね。オメガと A、B、C、事象がそれぞれあって、まあその確率の基本的な性質のまず加法定理なんですけど、これ A かつ B が空集合。これ空集合って言うんですけど、要は、その A かつ B が何もない。だから、例えばこれだと、A と C が排反なんですけど、例えば、その偶数が出るっていうのと、奇数が出るっていうの、これ、偶数かつ奇数って絶対一個もないですよね。まあ、存在しない。みたいな感じが、これが排反です。なので、これ、A と C は排反っていうふうに言います。で、この排反が成り立つっていう時に、それぞれ A または B の確率。要は、偶数または、この奇数が出る確率が、偶数が出る確率足す奇数が出る確率。みたいな感じで掛け合わせると。で、これが加法定理なんですけど、じゃあ逆に、この、排反じゃないとき、A と B が排反じゃないときっていうのは、A または B が起こる確率っていうのは、A が起こる確率足す B が起こる確率引く A かつ B が起こる確率っていうふうに書きます。で、これ実際に例を見るんですけど、まず、排反な場合、A または C が起こる確率。要は、偶数または奇数が出る確率っていうのは、偶数が出る、または奇数が出るで、偶数が出る確率足す奇数が出る確率で、まあ、足し算。で、結果1になると。で、この排反じゃない場合、要は A または B が起こる確率を考えた場合、まあ、要はこれ、偶数とその5以上で、これ、6がどっちも共通してありますよね。なので、まあ、空集合じゃないと。そういった場合は、まず A が出る確率、まあ、要は偶数が出る確率足す5以上が出る確率引く、まあ、その共通の部分。まあ、要はここ6が1個被っちゃってるので、被ってる部分をこう余分に引くと。で、結果6分の4になる。みたいなのが、まあ、例になります。はい。じゃあ続いて確率の基本性質。まあ、続いて余事象なんですけど、これどういうものかっていうと、まあ、以外、事象の以外を考えるものです。どういうことかっていうと、例えばこれ、このバー以外って呼ぶんですけど、A 以外の起こる確率っていうのは 1-A の確率で表せられると。例えば、この B が起こる確率っていうのの余事象を考えます。要は B 以外が起こる確率。これ B 以外って何かっていうと、
これ5、6に対してこれ以外は1、2、3、4ですよね。要は4以下、5以上に対して4以下が出る確率っていうのは1引く、まあ、その A の確率、まあ、今回 B なんですけど B の確率、まあ、要は5以上が出る確率、まあ、これで1引く6分の2で結果6分の4になると、これが余事象の考え方です。はい、じゃあ続いて確率の基本性数、ドー・モルガンの法則について解説します。はい、まずこのドー・モルガンの法則について解説するにはベン図っていうものを解説するんですけど、まあこれ、集合と事象、さっきやったように、この 全事象が1、2、3、4、5、6ってあって、まあ事象 A、事象 B があると。この事象 A と事象 B とオメガ、これの関係をベン図を使って描くとこんな感じになります。まあ要はこのオメガがこう全体の事象としてあって、この事象 A っていうのは2か4か6で、事象 B が5か6。で、この共通部分、A と B に共通している6の部分はここに書くと。で、こういったふうに、その A と B の共通部分と共通してない部分で分けて、こういった書き方をベン図って言います。で、まあ本当はここの部分に、要は2でも4でも6でも5でもない、この1と3がここの部分にあるって思っておいてください。で、こういうのを考えたときに、これですね、A または B 以外が起こる確率っていうのは、A 以外かつ B 以外が起こる確率と等しくなる。で、A かつ B 以外が起こる確率っていうのは A 以外または B 以外が起こる確率と等しくなる。こういったのがドモルガンの法則になります。はい、でこれを考える上で、まあ、なんでベン図を使ったかっていうと、図で使うとまあ簡単に説明できると。例えばこれ A または B 以外ってどういうのかっていうと、この A または B これ以外、要はこの灰色の部分、これを左側出してて、右も A 以外かつ B 以外って考えるとこの黒部分になるんですよ。で、これの下部分も A かつ B 以外って何かっていうと、ここなんですね。A かつ B がここで、ここ以外って考えるとこの黒い部分。で、これも A 以外、または B 以外で考えるとこの黒い部分になるんですよ。で、まあこうやってベン図を使って直感的に見ることによって、まあこの性質が成り立つなっていうのがまあすぐわかると。はい、続いて条件付き確率なんですけど、条件付き確率はこういうふうに定義されます。B が起こる上で A が起きる確率っていうのは、B が起こる確率分の A かつ B が起こる確率、これちょっとかつっていうのをこういうマークじゃなくてこのカンマで表すんですけど、条件付き確率はこういうふうに定義されます。例えば、まあ、直感的な話をすると、このトランプがあると思ってください。で、 A がエースである事象で B がスペードである事象を考えます。そういった時に B の上で A が起こる確率、まあ、要はスペードである上でエースである確率っていうのは、直感的に考えるとスペードがその13個ありますよね。トランプがこう52枚。まあ、ジョーカーを抜いた場合を考えて52枚あって、その中でスペードであるのっていうのは、まあ、13枚ですよね。で、そのスペードであるっていう条件のうちで、エースであるっていうのは、まあ、13分の1ですよね。直感的に考えると。これはちゃんとこの条件付き確率の定義でも考えられて、要は、この下、この B が起こる確率っていうのはスペードである確率。トランプ1枚引いた時にスペードである確率っていうのは52分の13と。で、その上で、スペードかつエースである。これ、かつなので、スペードかつ、エースかつスペードである確率っていうのは、もうエースかつスペードっていうの52枚分の1じゃないですか。で、これ考えたときに13分の1になると。まあ、要はこの計算でも直感的にも合ってるなっていうことがわかります。はい。で、次に情報の定理とベースの定理なんですけど、まあ、この式を使って、ちょっと、まあ、変形すると。要はこれ、両辺に PB、確率、まあ、B の確率をかけると、こういうふうにかけます。で、これを情報の定理って言ったりします。で、これ B と A を逆にしても成り立つんですけど、まあ要は B かつ A の確率がこういうふうに書けると。で、まあこれ B と A 逆になってますけど、同じ意味です。A かつ B が起きる確率と B かつ A が起きる確率と同じなので、まあ要はもうこれもこれもこれも等しいっていうことになります。で、この情報の定理からベースの定理が導出できるんですけど、まあ簡単にこの条件付き確率のここの部分ですね、A かつ B っていうのをこれに変えただけです。これを代入しただけ。要はここの P、A かつ B にこのこれを代入しただけですね。それでベースの定理っていうのは導出できます。はい、続いて確率の独立性なんですけど、まあ確率、その事象 A と事象 B が独立であるっていうのはどういうふうに定義するかっていうと、これですね、A が起きる確率っていうのが、B が起こった上での A の条件付き確率と等しくなる場合。で、これは情報の定理の、公式からも、この A かつ B である確率が A の確率かける B の確率で表される。こういう場合。まあこれどっちで考えてもいいです。確率の独立性の定義はこれどっちで考えてもまあ一緒の式になるので、まあどっちか、まあどっちか覚えておいてください。で、まあ例なんですけど、例えばこう袋から1個取り出す場合を考えます。で、まず事象 A が三角、その取り出したものが三角である確率。で、事象 B が青である確率なんですけど、これはその取り出した玉がまあ青であって三角である。青であるっていう条件のもとで三角である確率っていうのは、これ、
B 分の A かつ B で、要は青である確率っていうのは、まあ、これ発光中の4個ですよね。8分の4。で、A かつ B、まあ、要は青であって三角である確率っていうのは、これ8個のうち2個あるから8分の2。で、結果2分の1になると。で、これ A の確率だけ、まあ、要は三角である確率を考えると、これ8個のうち4個なので、8分の4で、まあ、2分の1になると。要はこれ別に最初に青であるっていう条件があってもなくても、もう確率は変わんないんですよ。で、こういうのを、まあ、A と B、事象 A と B が独立であるっていうふうに言います。はい、最後まとめなんですけど、今回は確率の基礎として、まず確率の定義ですね。まあ、集合と事象とか、公理についても話したんですけど、まず確率の定義を話して、で、基本性質、カオー定理、余事象とモルガンの法則を話して、で、条件付き確率の、ここですね、ここ2つ話して、最後、確率の独立性について解説しました。はい、いかがだったでしょうか、確率の基本について。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。Don't you think we're done? Don't you think we're done?